経費さ夢自作春坊。春坊は私の弟で今年4つになります。ねえ皆さん、春坊って言うとしょっちゅう笑ってばかりいそうな名でしょ。ところが大違い、もう始終泣いてばかりいるのですよ。朝目が覚めて自分のそばに母様がいなさらないと泣き出しますの。母様が寝床から抱き上げると温かい寝床を振り返って、それはそれは名残惜しそうに泣きます。それからお顔をブルブルしていただくときにも泣きますし、寝巻きを着替えるときにも泣くのです。それからテーブルのそばへ座ったとき、不要の絵の書いてある春坊のお茶碗が出ていなかったと言っては泣きます。おつゆが熱ければ泣く、冷たければ泣く、それはそれはもうご飯のよそいようが少し多くてさえ泣くのですよ。それが済むと父様のお居間へ行って石膏像だの書物だのへ落書きをしようと言っては泣きます。今度はおもちゃ箱を出せって泣きます。おもちゃを出しますと、初めのうちは人形に頬ずりしたり犬の頭を撫でたりなどしていますが、それもちょっとの間ですぐ投げ打ちを始めます。重い太鼓など思うように投げられぬとまた泣き出します。すると今度は母様の居間へ行きたいと言って泣くのです。おっぱいが進むと外へ出ようと言って泣きます。雨が降っていようが雪が降っていようが聞きませぬ。よくよくのことで出られなければ家のうちで傘をさして跳ね回ろうと言って泣きます。本当に困っちまいますよ。これが春坊の毎日の仕事なのですもの。皆さんだってこんな子かわいいなどとは大思いになさらないでしょ。それが眠っている時のほかは始終なんですもの。いいえ、眠っている時でも夢に泣いていることがありますわ。でもね、それが別に訳があって泣くのではないんですの。では訳でもあろうものならどんなに泣くかってお聞きなさるんですか。それはもう敷居につまずいて転ぶか、過ちに自分の頭でも打とうものならお隣から「まあどうしたのです?」と言って駆けつけるほど大きな声で泣きますもの。けれどまた春坊が転んだだけだと分かれば、誰でも「また春坊か」と言ったきりで構ってくれるものはありませぬ。ある日のこと、お庭で遊んでいた春坊は、なんと思ったか、大急ぎで茶の間の方へちょこちょこと走って行きます。泥足のまま、縁側から上がって、感心に自分で障子を開けると、さあ大変。大粒のため涙をほろほろとこぼして、いつもの調子でわーっと泣き出しました。びっくりなすって母様は縫いかけた着物を脇へ大きになって、まあなんだってお前はそんなにお泣きだえ?とお聞きなさると、母ちゃま、棒の指痛い痛いなったの。というのでした。けれど泣きながらいい言いするのですから
これだけ言うのでもなかなかすぐとは言えませぬ。どれ、お店？どの指？母様がお尋ねなさると、まず泣くのをやめて調べにかかりました。それは傷があるのでありませぬゆえ、自分でも確かどの指だったかわからなくなったのと見えます。両手の指を一つ一つ検査してしまい、さて一番それらしい指を差し出してまた例の泣きにかかりました。母様は、やれやれ、どんなにか痛かったろうねとおっしゃって、とんでもつかぬ他の指をくくっておやりなすったが、春坊は泣くのにせわしくてそんなこととは知りませぬ。あんまりおかしかったからお前は本当に泣きめそね、こればっかしのことに、と私が言ったと言って、また新しい涙をポロポロこぼします。またの日、上野の動物園へ行った時のことでした。豚がブーブーうなったと言っては泣き、白熊が水をかけたと言ってはむずがり、猿を家へ持って帰るんだと言って、それはそれは大泣き。これでも大きくなったらいい子になるだろうかって母様がおこぼしだった。その夏のある日、京都のおば様がおいでになりました。おば様は見かけの怖い難しそうな人ですけれど、本当は優しい優しいいい方ですの。あら、どなたです？いつもお土産をいただくからいい方だろうっておっしゃったのは、お嫌ですよ。だってそうばかりじゃないのですもの。そんな冷やかしをおっしゃると、私も春坊のように泣きますよそれはそうと、本当は今日もどっさりお土産を持っていらした様子ですよ。つゆや、私の信玄袋をここへ持ってきておくれ。ほーらね、お土産の入っている信玄袋ですの。すると春坊がまた泣き出しました。僕にはおばさまがそう言いつけてくれなかったって。お土産は私には京都人形とバラのかんざし、春坊はガラスでできた鉢をいただきました。おばさま、それは何ですの？と伺うと、おばさまはニコニコと笑いながら、春坊の前にその鉢を置きなすって、さあこれは春坊、お前精出してお泣き、そしてこの中へ涙をいっぱい溜めておくれね。そしたら金斗とこの中へ話してあげるから、とお言いなさるから、母様も私も大笑い。けれど春坊はやはり大泣き。さあお泣きお泣き、坊が精出して泣かないと金斗とがみんな死んでしまいますよ。母様がこうお言いになると、なんと思ったのですか、まあ春坊はクスクスと笑い出しましたよ。これからは春坊が泣きたそうに目の縁をびくつかせているときには、いつもその鉢を春坊の前に置いて、さあお泣きと申しますと、ビクビクはエクボの方へ移って、もう吹き出さずにはいられないことでした。それからというもの、春坊は生まれ変わったいい子になりました。笑っているところなんぞ本当に可愛くて、皆さんにお目にかけたいくらいですよ。